タイムを競うようなレベルには至ってないんで、そうですね、続編あります、続編。クレイジープラネットじゃないからな。ラブリープラネットだからな。いや、非常にラブリーで素晴らしいゲームです。チームで今526円ぐらい。右の人スーパー、同じ人ですかね。ちなみにスーパーの方が長いですね、確か。いや、スーパー、ぜひね、このまま続けてみてほしいですね。ぜひぜひ。スーパーの方はですね、僕は好きでしたけど、あんまり評判良くないみたいで割とこっちのラブリープラネットの方は、評判も結構いいんで、本当にやってみると楽しいですよ、本当。楽しいのは間違いないです。そんなストレスもなんないです。本当にリトライがすごい容易なんで、いわゆる死にゲーの楽しさを知っている人であれば一度やってみるのもいいかもしれない。そうですよ、スーパードンキーコングだってそんなに鬼畜じゃないでしょ。ダメかな、スーパードッキーコングはちょっとダメだったかな。いや、死にゲー好きな人がね、もう楽しめるよっていうだけで。もうリンゴも出てくるし。Harmony of Dissonance, if I can speak this morning. So please go ahead and donate if you want to see that. We also have. いや、このゲームをこの時間にやってもらえても僕としては非常に嬉しかったですね。メリットオタコンは確かオタコンの方が勝ったんじゃなかった。やっぱりオタコンがメインヒロインだよなっていうのがみんな分かってたんですね。途中まで競ってたはずですが、最後の方、やっぱり最後の駆け込みで一気にバババババってお金が入ってきましたね。そう、直前まで競ってましたね。おっと、ブリープラネットに間に合わなかった人間がいないか。まあまあまあ、でも雰囲気は、プラネットも、ラブリープラネットの方も、スーパーラブリープラネットの方も、雰囲気は一緒なんで、こちらさえ味わっていただければ、前作の方にも興味が出ていただけるかなって思います。ベリル誰ですか？笑ったら。スネークさん、いきなり拷問に遭ってた。実際にプレイしてくださいね。ぜひぜひ。メタルギアソリッドも大変素晴らしい RTA でしたんで、笑いどころもたっぷりありますし。確か解説の人が始まる前に、このゲームぶっ壊れてるから見たことのないものが見れるよっていう風におっしゃってて、確かに僕らが見たことのないようなメタルギアソリッドだったと思います。
iCarve で多分その場面も中さんの方が確かやってたんかな、が説明してくださってたんで。ぜひぜひアーカイブ楽しみにしててください。いや、一度でいいからこういうイベントを現地で楽しんでみたいもんですね。メイクはバットマンの世界観でいうとあれは一般人に入るんですかね。エルマタドールのあれも一般人かな。そう、登場人物がなんか少なかった気がしますね。一般、あれ一般経過ですもんね。空中浮遊してたような気がするけど。ありがとうございます。本当僕も結構見逃したものが多いんで、アーカイブの方で確認させていただいてるんで非常にありがたいですね。こういうアーカイブとかそういったもので過去のものに含めていつでも誰でも見れるようになってるっていうのがやっぱりチャリティーイベントの良さですね。お、始まりますね。始まりますね。主人公の姿が見えてますね。ラブリープラネット、スーパーラブリープラネット、終わりますよ。僕のパソコンが HDQ の本件に耐えられない。さて、こういった感じでぴょんぴょんボールを跳ね飛ばしながら星に突っ込んでいくゲームになります。これがスーパーラブリープラネットです。で、割とそのね、弾力性と粘着性があるんで壁も飛び跳ねれますね、当然のごとく。ミスりましたね。I did get a good night's sleep. ちゃんと右側に日本語もこの、ステージは想像ですね。書いてあるんで、ぜひぜひぜひ。We're just gonna like intermingle play by play once in a while. So one thing you might notice about this game is you can kind of climb along the walls. Like, I mean, how can you even? いや、これが先ほどのラブリープラネットの2作品目ですよ。全体的な雰囲気は変わってないんで、ラブリープラネットの一番中心の大事な部分っていうのはいかにラブリーであるとか。ちなみにこちらの作品も先ほどの前作と同じように、なぜ彼が、彼なのかな、彼女なのかな、がこうぴょんぴょん跳ねて星に突っ込んでいくのかっていうのは誰にも分かっておりません。これもまたストーリーはないそうです。I actually started doing runs of this without actually knowing that you could high jump, and we had these like fun damage boost strats to get a little bit of extra height here and there. And I was like, well, no, you can just press the other mouse button, and then you go way higher. Well, I mean that's useful, but I was having a lot of fun. もうぜひですね、ステージを見て、あ、そういうイメージで作ってるんだっていうのが分かっていただけると、全部敵倒す必要ないんで。
being careful not to get hurt. Unlike the original Lovely Planet, we do have like 3 health in this game, but you can just get thrown by damage off the level and then you're in for bad time. So hopefully that doesn't happen here. Yeah, it gives you a little knockback, right? Yeah, so jumping over that is good. I'm actually going to take one here. Because that いや、なんとなくでも、なんかいけそうだなって感じがあると、飛びたくなりません？なんか、ラチェット&クランクとかやってるときに、あれここいけるのみたいな感じのイメージで、僕も何回か、ここいけんのかなって思って飛んでますね。で、この茶色いところを通ることに関しては、僕もいくつかのステージが使ってクリアしてたりはしてました。Look at certain enemies in this game, and they'll just teleport you straight through them. But there's no hitboxes for terrain, so you could just look at one through a wall. このゲーム正規ルートがないんで、まず。Kind of similar to that mountain mechanic from the last, from the race. もうこういうなんかいろんなオブジェクトを利用して、いかにタイムを詰めていくかっていうのが、まあ元々のゲーム性がそういったゲームなので。If you're just at the wrong angle bouncing into something, you'll get thrown off and probably die.あのワープについては僕もわかんないです。Might as well get these basic movement mechanics before we're half done the run, right? So it's slow, but it's precise because you can control where you stop. The jumps in this game don't actually give you any control over where you go with them. Because you can't その地形の、まあ、ポリゴンの位置が、この判定が非常にシビアなんで、ある一点でしかその登れなかったりであったりとか、うまく位置を調節しないと、結構この壁登りとかも難しいテクニックになってるんで、これをいかに安定して行えるかっていうのが、多分この RTA の。そういう課題になってくるんじゃないかな。もうやってることが意味わかんない。These were all the background assets of the original Lovely Planet, and they were like, well, maybe we could give them some clipping. Oh, I can't need that. さっきのラブリープラネットの方がやってることわかりやすかったですね。基本的にこうぴょんぴょん跳ねて星に突っ込むゲームだと思ってもらえば。何やってんだろうこれ。RTA らしくなってきましたね。Probably fit in a couple more because these next few levels are pretty long as well. Absolutely, we have $10 from Marcel 8472. そうですね。僕もあの RTA をしてるわけじゃなくて、基本的にその通常プレイヤーとしてののレベルとしての解説しかできないんで申し訳ないんですが。Well, they had to get that comment in before it wasn't legit anymore. もともとがですね、あまりメジャーなゲームじゃないんで、これ。でしたら彼しか知らないルートが結構存在してる可能性も。ちなみにゲーム中に、その各ステージごとの、そのプレイヤーのランキングみたいなのが表示されまして、でそれで自分がそのステージを一体、何位でのタイムでクリアしているのかっていうのが分かるようになってたりします。友達と競い合ってみるのも面白いかもしれません。ぜひですね、Steam ではギフト機能がありますんで。友達にこう送りつけてですね、一緒にプレイしようぜと。どっちが早いのか、決めようぜと。Yeah, but they have a lot of like fake paths. Like we could go over there. そう、霧が立ち込めるんですね、またね。Oh gosh. 霧が立ち込めてからが本番です。I've channeled the power by actually making my character a bullet. 基本的に覚えゲーなんで。そうですね、死にながらステージの、まあ、配置であったりとかもう暗記していただいて。Unlike the original Lovely Planet, you
kind of spread out all the levels, so you don't do all of the levels. でもクリアのルートをそれぞれ決めていただくっていうのが攻略法かな。Is that the music changes between level types often? And the best music in the game is on these old city levels. 一緒にラブリーしよう。Okay, we're gonna wait and ラブリーに包まれようぜ。もうすぐ終わりですね。終わりじゃない、まだか。まだ38か。まあですね。It's an awesome remix of the original city music in Lovely Planet 1, but they didn't take any of the hard city levels. So that level is actually one of the harder ones. I don't know why I was still talking while doing it. There you go. You succeeded though, so that's what matters. We're in there. It's the distraction you needed, man. So contrary to what I said earlier, this level has a teleporter guy on it, but he's so far out of the way that it's faster to just go from the start than to actually run back around. Oh boy, here we go. All right, good time for some donations to distract the people from what's happening on the screen. Sure thing, Sigma. We have 10 dollars for Jessica. Don't have a lot of money to give this year, but I love this event, and I know people struggle with cancer.RTA であったりとかグリッチを利用しない場合でも非常に歯応えのあるゲームになっておりますので Keep going. 一回かかってクリアまで走っていただければとりあえず500円以上の価値は体験はできるゲームになってるん であとそうですね本当に BGM がすごい可愛らしくって素敵な BGM とか多いんでサウンドトラックとか買ってもらうとすごい楽しめるかなと思います。Keep reading. 血の端。それ日本風のゲームですからね、これ。日本語が随所に使われている日本風の。確か作者さんは日本人でも何でもなかった気がするんですけど。橋の橋の橋に乗るってな。Help me. We're even gonna. Oh my god. Oh no.いやいや、これを見て、多分外国人のイメージしてる日本ってのはやっぱりこんだけラブリーな国なんだなって思ってくれてるんですよね、きっと。We're not gonna slow down here. We're gonna go across and do it. No, what the? So, are those pocky sticks magic? 海外の方が思う日本のイメージですよ、皆さん。このイメージを崩さないように、ちょっと僕らは頑張っていかないといけない。あの赤いの強い。あの赤いの強いですよね。Yes! Okay, we're gonna play it really safe. Kill that guy.この人確か前作もやってるんで、前作と今作で都合20分ぐらい、2、30分このゲームをやっているという。おっ、うまくいきましたね。We didn't want the last teleporter guy, and by that I mean not the last teleporter guy, because there's definitely at least one more. I did not feel left out, so we said hi to him.Okay, so I didn't actually do the setup to get the spikes early. もうなんか、すっごい奏者の方が笑顔なのがいいですね。I do actually remember. I remember watching you have a lot of trouble with this early on. So like, the fact that you're even getting this far every time is surprisingly fantastic. This level is very fast if you do it right, and unfortunately, if you play like this, it's a bad time. But I know where the exit is. Now that I got to it. Okay, we got our last old city level.We already listened to a bit of the music earlier, so we're just going to skip over these useless hearts and head to the end. We got a couple beats in, that's pretty good. So, here's an airport level. Richard and I had a really fun island competition. ちゃんとガイドに日本語勉強用のガイドが出てくるような作品ですから。And then get a good time. I skipped out of the end really fast there to not show Richard what my time was. That was a sub 5 for sure. Oh, yeah, we're live. Okay, good. Whew.それはもう日本の湿地には時ぐらいありますよ。時もあるし、足は空中に浮いてるし、黄色い球は飛び跳ねてるし。We're quickly actually coming up on the end of the game. Unfortunately, this doesn't have as many levels as the original Lovely Planet, but さあこれにてスーパーラブリープラネットクリアと。That submissions were done, but the game does end here as soon as the ball disappears. There it is. Time. Thank you. いやー、なんてラブリーなゲームだったんでしょうね。
It was, I saw it before the time. It was at 11:52. 面タイトル。でも、ステージ見てみると、割とそういったイメージ作ってないこともないのかなと思わないこともない。ステージも多いですよ。大変ラブリーなゲームになっております。でこちらもね、チームで2つ買っても1200円ぐらいで多分買えると思います。で、セールも来ます。150円で売ってたこともあります。なんで、もしよろしければ、もう興味が少しでも湧きましたなら、買ってみたり、友達に送ってみたり、ラブリーな気分にみんなで歌ってみるのもいいんじゃないかなって思います。Have a $50 donation from Edward, long-time watcher, first time having a bit of extra money to donate. A friend of mine lost her grandfather. 友達を送るんです。メッセージで一緒に、そうそうそう、一緒にラブリーしようぜ。価格もね、本当安いんで、ね、割と RTA では13分ほどでクリア。